皆さん、前回の激怒動画見ていただけたでしょうか。あそこでですね、ちょっとドラムのお話をしたんですけれども、まあ僕が上手い下手っていうのは多分人それぞれでして、プロからしたら全然上手くないだろうし、初心者からしたら上手く見えるだろうし、まあそこら辺は全然いいんですけれども、今後もね、なんかドラムの動画なんか上げていけたらいいかななんて考えております。例えばね、スタジオ行ってドラム叩いてみたりだとかね、ちょいちょい考えておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。で、そんな今日はですね、僕なりに考えた家でもできるドラムの練習っていうものをご紹介していきたいと思います。スティックがあれば全然 OK です。ていうかね、スティックなくても全然できる練習です。あくまでも僕が考えた練習方法なんで、効果があるかどうかは本当に分かりません。個人差あると思います。で、ドラムにおいて何が一番難しいかと言いますと、やっぱり手足が全然違う動きしていること。基本的に右手はハイハット、左手はスネア叩いて、右足でバスドラを叩くと、慣れてくればね、単純な行為なんですけれどもね、最初は本当にチンプンカンプンだと思います。で、今日やる練習方法は足は使わないんだけれども、右手と左手の動きをね、バラバラにやるっていう練習方法です。ちょっと分かりにくいかもしれないんでね、何回もループしながら見ていただけるといいかなって思います。基本右手はハイハットだから常に同じ動き、まあ8部なんだけれども、今日はね、四部でやりたいと思いますので、単純な動きをまず叩きます。一定のテンポリズムで叩いております。で、この一定で叩いてる右手に左手を加えていくんですけれども、この左手は曲の歌詞に合わせて叩きます。多分言葉だけじゃなんぞやって話だと思うので、例えばね、そうだな、嵐のラブソースイートって曲あるじゃないですか。この曲を例に練習してみたいと思います。サビを頭に思い浮かべて、もしくは口ずさみながら見てくださいね。いきまーす。ワン、ツー、サン、シを刻みながら左手で歌詞のリズムを叩くと、そういうことでございます。こういうことで特訓してごちゃごちゃにならないようにすると、まあ何回も繰り返していったり、もしくはセンスがあったりとかね、コツをつかむのが上手だったりする人だと結構簡単にできるかもしれません。楽しめるし身にもなると思いますよ。パッパパ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 パドラムの仕組みというか、右手と左手でバラバラに叩いてるようには見えるけれども、この練習をやることで、あ、今このフレーズってこのリズムだよねとか、8分音符1個と16分音符2個がつながったあの音符だよねとか、右手と左手どっちに趣を置けばスムーズにいけるんだとかっていう考え方もできると思うんで、時間がある時とかね、ぜひ試しにやってみてください。スティックとかね、練習パッドなくても手と机だけでもできます。パー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 とかね。ということで本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。パーパーパー